楠木聡太、ボクシングに人生の全てを捧げ、夢破れた男。結婚式のことなんだけど。式はちょっと。ちんたらやってんじゃねえぞ。今日はやめよっか。聡太、人生の半分がボクサーなんだよ。死んじゃうよ死んじゃうよって思いながら、なんで試合なんて見ないといけないの。ずっと何もできてない、何もないんだよ何も。お前の体もう限界だよ。まあまあ、でもダサくても、ちゃんと生きてるよ。ちゃんと生きる。楠木聡太さん、うちで試合してみませんか。終わらせねえよ。せっかくボクシングやめたのに、なんでまた危ないことするの。勝ちたいんだ。生きるか死ぬかの決闘ですよね。死に物狂いで生き切った。果たして喜劇か、それとも悲劇か。生きろ、呼吸しろ。俺、